西木月河上門は、二所の関部屋に所属した元利士。本名は、工藤とのみ伝わっている。身長、体重ともに不明。出身地は、現在の岩手県北上市。最高位は、西前島筆頭。南部藩の抱えであった。最初は、南部相撲で、相撲人生をスタートさせた。1845年3月に、初土俵を踏んだ。 1852年11月にし2段目8枚目に上がり、現在で優10枚目昇進を果たす。この場所、6勝3敗1夜の優勝時点という好成績を挙げた。1856年11月場所で新入幕を果たした。幕内では目立った成績を残せず、勝ち越しも一度きりとかんばしくなかった。それでも番付は順調に上昇して行った。 しかし万円、ま、年間に入ると病気がちになり、1860年10月場所以降は休場続きだった。本場所の土俵に復帰することがかなわないまま、1861年11月26日に39歳で死去した。三役を目前にしながら、病気によりついえた悲運の力士だった。ちなみに、江戸時代に西木木を名乗った力士は5人いるが、 彼のみ三役に昇進することができなかった。彼の死後、大淀谷五郎が1871年から1874年まで、西木重之助を名乗った以外は長らく西木を襲名した力士は現れなかったが、2012年夏場所に熊谷が同郷の西木木にあやかって、西木哲也と改名し141年ぶりに西木木を襲名することとなった。 その西木には解明効果もあって、よく名古屋場所で6勝1敗の好成績を挙げ、同年九州場所では7戦全勝で自身初の優勝を成し遂げた。そして、解明からちょうど3年後の2015年夏場所に重量に昇進を果たし、西木の四個名を持つ力士としては7人目の関取となった。幕内通算11場所17勝28敗9分。 三与三十八級の成績を残した。解明歴は二回ある。坂保亀之助玉川老五郎、西木月河上門。ありがとうございます。